八神さん、お待ちしてます。すぐ綾部刑事と接見できます。綾部刑事の逮捕。おう。それでは、現役のデカが殺しで逮捕か。ショッキングな。そんなに嬉しそうに言うなよ。こちらは源田法律事務所の星野先生。若いけど。おい、あんたが。いや、俺はもうずっと。その代わり証拠集めに回る。大丈夫。星野です、よろしくお願い。いいのか。死んだらあんたの先輩だろ。もし俺が犯人だったら。まあでも、え、あれ、多分なんですか。新谷はあんたの銃で撃たれたんだって。ああ、弾の洗浄痕。はあ、すみません。拳銃ってのは弾の軌道を安定させるために、で、撃つと溝で弾、その溝は人間の指紋みたいに銃ごとに、で、今回新谷の死体から出た弾の洗浄痕が俺の銃のものだったわけだ。じゃあ新谷先生を撃ったのは本当に綾部さんの。ああ、凶器。それが意味するのはつまり。どうやって。新谷が殺された日のことを俺らテンダーで飲んでたろ。かい。ああ、覚えてる。あの後俺はもうしばらく一人でいて、ところが。はあ。何かで頭を殴られた。闇討ちされたってことか。場所はどこで。店の近くだったろうが。それでも刑事か。しょうがねえだろ。おまけに気を失ってる間に場所を移されてた。場所を。ベンチに寝かされてた。で、起きた時。テンダーからだと結構あるな。どのくらい気を失ってた。1時間くらいだ。後で知ったんだが、新谷はちょうどその間に俺の銃で撃たれ。じゃあ犯人に銃を奪。いや、銃。え、要するによ、俺を襲った奴は全く元通りに戻してくれ。じゃあ弾数も元のままだ。使った痕跡も綺麗に消されてた。でも補充さ量産されてる弾だからどれも同じ。ところであんた、自分がしてない。だって手帳。それに普段の底、悪徳刑事の悲しさか。まあでも犯人の狙いはそう。あんたなら騒ぎ立てないと見越して全て警察。まあ、隠して現場から出た弾にはあんたの。それは事実。そいつを聞かされたのも銃の洗浄痕が出た時点で。俺は。なのに周りのここんとこ捜査の時、黒岩、あれは俺を監視するためだ。アリバイ聞かれた時は何て答えた。それじゃあ誰。俺は新谷をやってねえ。あんただって他に答え。いいか星野、綾部はまんまと真犯人にはめられた。じゃあ綾部は刑事の風上、自分の銃で殺しなんてやらないよ。それは。ああ。だからまずはモグラに近い。モグラに近い。ああ。でも。そうだな。でもそこはまず何かわかるかも。そうですか。じゃあ僕は源田先生にもろもろ報告。
八神さん、おやっさんに聞きた。親父はいません。加減にしろよ。またな。いい加減にしなさい。ちょっと。
あれ？あ？なんだ？羽村の頭が。どじゃあ、おやさんはどこだ？そんなとこにはいねえよ。決まってん、海藤さん。親父も頭と似たような居場所が知れりゃ、凶霊界の的にされるかもしれねえんだ。その通りで。ただ、それでもお前なら、俺らと会えるか気。わかりました。返事がお前の携帯にかけりゃいいか。ああ。綾部のこと星野君から聞いたぜ。もう結局何に。ああだからまそこから攻める。親父が頭のいまあ日が出発するか。おい、すかした顔してんな。寝とけっての。もしもし。松金。ああ。カムロ菊の屋って料亭がある。そこにタクシーで行け。カムロ菊。あんまりお。
時間食っちゃったよ。どちらまで行かれ？それでは。親父。お見え、ああ、どうぞお座りください。しばらくだな。回答は、へい。おやさん、東から聞いた。その前に乾杯。確かに。どうぞ。いい店だな、ここ。お前らと久々の酒だからな。なあ、タボ、やっぱり。なんだって？羽村あっての松金組だ、あいつ。それは羽村の井戸。俺は知る。あいつはそんなもん。じゃあなんで俺らを こんな話なら。わ、おう。親父、いつの間にこんな。ターボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんなら、しばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるなら、この頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやさんに恩知らずと言われようが譲れない。バカ野郎。親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああ、そうだな。おやっさん。東。へい。腹くくれ。てめえは、マスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。
カ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。大したもんだな、お前ら。これだけの極道相手に、それに比べて腐っちまったよ、俺は。なあ、そうじゃねえか、ターボ。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん、いい加減しつけんだよ、クソガキ。まだ終わってねえぞ。おお、やってるな、カイト。あ、親父。そいつが例の八神とかいう。ええ、もう顔合わすたびにこれですわ。若いの、おめえ怪盗に殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。どこも行かれてねえよ、クソヤクザ。クソヤクザと来たか。少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。生きがってんじゃねえぞ小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえのか。うるせえ。
分かったような口聞いてんじゃねえ。分かるんだよ俺には。若い頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目で分かる。違うか。俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの年なら腐るにはまだ早え。さっきゴミ溜めみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。もしお前にその気があるなら今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。絶望、お前らがモグラって呼んでる殺し屋。ああ、羽村は殺しが必要な時きっと。誰なんだ。さあな、同じ手口で何人もやってんのに。おやっさんがモグラの顔。ねえよ、もうターボー。ええ、だがもしハムその奥にか、そんなもんに手出したらお前らそれが分かってんのか。後悔するならやるだけやった後にする年寄りの忠告。親父。親さん。なんだ。俺が知ってる松金組は殺しを羽村あっての松金組っていうのは、やっぱり俺は何度も言わせんじゃねえ。じ任せた以上俺が組長。親さん、今まで結局羽村の居場所はまた一から仕切り直。いや、おやつ。そうか、羽村あっての松ん姿消したっつっても、ってことはどこかで組のも、もしその声を拾え、つまり盗聴しようってこと。おうよ。でもあんなとあれだけ暴れちまったんだ。ああ、だからう。ああ、なるほど。杉浦には俺から連絡しとく。え、せいぜいいいの探せよ。手に。矢上氏。あまり大きな声じゃ言えないんだけど、つくもそういうの詳しだよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料って、お前の手作り。メイドインつくも、これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけにお友達価格ですから。わかった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは。すぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は。なんだそれ。ネット通販です。お急ぎ便でしたらあっという間に届きます。いくら。材料費と。それで
もう。じゃあ、りょ。では、お金が用意できた。お金、準備できた。ああ。では、完成したら連絡。わかった。山上さん、おい、おう。
加減にしろよ。またな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。よし、飛ばす。
もしもし本当に。では悪いのですが。分かった。